でですね、今回はですね、この間4月の終わりに発売されたアークベリアルと、映画が公開された時に発売されたアークベリアルを比較していきたいと思います。右側がこの間発売されたアークベリアルで、左側が当時発売されたアークベリアルとなります。パッと見た違いではですね、再販されたアークベリアルの方はメタリック塗装が施されていますね。あと以前のアークベリアルはですね、こういった形で箱に入って発売されていました。大きさはね特に変わんないんですけれど、このエメラル鉱石の部分があとはあの緑が濃くなってます。細かい部分ですと、こちらの足ですね、足の部分の塗装が今回再販されたものは省略されています。あとは胸のコアの部分ですね、こちらの方も、グリーンの塗装がされてるんですけれど、再販版は省略されていました。